こんにちは、清明祭です。今回はね、散髪屋でも雑談が苦手というコミュ障ということで動画を撮っていきたいと思います。僕ね、3ヶ月か4ヶ月に1回ぐらいね、散髪屋で髪を切るんですけどね、散髪屋に行くとね、まずそのどういう髪型にしたいかっていうのを聞かれて、でその後その髪を切ってもらうと思うんですけどね。でその切ってる時にね、その店員というか切る人がね話しかけてくると思うんですけどね。僕はその話しかけてくる時にね、基本的にはいはいはいっていう感じか、肯定するかみたいな感じで会話を広げるっていうことはしないんですけどね。はい。それで話しかけてきて、無視したらさすがにその関係が悪くなるというか、その空気が悪くなるんでね。話を広げない程度に、適当に相槌というか、返事したり、そうなんですねっていう、言ったり、そういう、それか聞かれたことに答えるぐらいのことはするんですけどね。その雑談とかがね、好きな人だったらね、店員に話を振られて、会話を広げて、髪を切り終わるまで、ずっとその会話で盛り上がるっていう、ことをするんでしょうけどね。僕はその雑談が面倒というか、苦手というかその面倒なんでね、基本的にそういう感じで、相手というか、相手がその店員がね、結構その話しかけてくるような人だった場合は、そういう感じで、いますね。はい。でもたまにその店員でも全然その切ってる時に話しかけてこないような人もいるんでね、そういう人だとすごい楽ですね。寡黙にもうただ髪を切るだけみたいな人もいるんですけどね。そういう人だとどういう髪型にしたいかだけ言って、その後ずっと会計というか、レジでお金払うまで、ずっと喋らなくてもいいんでね。そういう人の時は楽なんですけどね。はい。で、そんなその雑談が面倒というか、苦手というか、苦手なんだったら、家で、自分で、切ればいいんじゃないかみたいな、こと言う人が、いると思うんですけどね。その家で、僕はその髪を切らない理由っていうのは、その面倒っていうのと、失敗したら嫌っていう部分ですね。はい。その僕のっていうか、そのネットとか見てると、自分で切ってるような人もいるみたいですけどね。普通にその坊主にするだけだったらね、バリカンで自分でできるんでしょうけどね。ある程度そのカットというか、髪を短くする感じだと、後ろとか見えないんでね、失敗する可能性もあるんで、そういうのもあって、仕方なく散髪屋で切ってもらってるんですけどね。はい。そうですね。そんなところですね。はい、終わります。